ザ。こんにちは。ソフトバンク周東選手。はい。12試合連続ね。ね。日本新記録達成しました。本当だね。おめでとうございます。どうも。おめでとうございます。あの福本さんの記録を46年ぶり。俺も走ってきたけど、福本さんってやっぱ神というか雲の上の人なの。全然違いますか。全く違う。だって先頭塁もしてるわけだし、で1シーズン100以上もしたシーズンもあるし、もうレベルが全然違うと思ってたから、福本さんのその11試合連続盗塁っていう記録ももう知らないぐらいに、で周東が出てきて、いや福本さんの記録に並んだ新記録を作った、これはやっぱすごいことだと思うよ。あの福本さんを抜ける人なんて、もうね、王さんの868号と福本さんの盗塁でいろんな記録を作ってこられたけど、まさか抜く人が出てくるなんて思ってもなかったから、すごいいいシーンを見させてもらった。周東選手の技術的にすごいところはどこですか。技術的なのは、まずスタートの良さ、そのスタートの良さもあるんだけど、その形っていうのがすごく大事で、こうやって構えたとこから絶対浮かないんだよね。スタート切る方向にこう浮かないの、体が。で浮くと推進力が上行って、中間層が伸びなくなるんだけど、もうそのままの目線、こう構えた目の高さが全く変わらずにセカンドまで走れるということ。まあこういう技術的な高い部分があるんだけど、なんか本田コーチの教えで、力まない、焦らない、急がない、この3つのことをなんかすごく守ってるみたいで、ああいいことやっぱ本田って言うなと思いながら、やっぱいい選手を育てるのにいいコーチがやっぱりいるなっていうふうに思うよね、これを見てると。それでやっぱり12試合連続っていうのはさ、監督の信頼も得てないと、盗塁のサインっていうのはストップかけられちゃうから。でもそこまでやっぱり周東がコツ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 ね、築き上げてきた信頼というものも、やっぱこう大したもんだなっていうふうに思うよね。だから周東見てると、なんて言うんだろう、足でお客さんを呼べる、なんかそういうパーツを持ってる選手っていうのはやっぱ強いなと思うのと、素敵だなと思う。だからシュートの足もやっぱ俺でも、まあ俺が走ってきたからそうかもわかんないけど、やっぱ生でなんかすごく見たい一人の選手になってくれたよね。だからそれがなんか嬉しいし、ね、ソフトバンクっていうのは盤石じゃなかった中、やっぱダイソーと言われたシュートが、まあもうここに来てレギュラーをつかみ、そういう記録を作ったということは、並大抵の努力じゃできないと思うしね。やっぱそういう研究もあり、いいコーチに巡り合え、いい選手が育ったなというふうに思うよ。やっぱりそのダイソーでっていうことから、うん、今シーズンは違った形だったと思うんですけど、変わったところっていうのは、いや、まあシュートが変わったところっていうのは、うん、まあ塁に出て走るということはすごく、もう元から自信があったんだけど、自信があったと思うのね。だけどそれがレギュラーで出ることによって何回もチャンスが生まれるから、やっぱ思い切りもダイソーの時より素晴らしく良くなってきてるよね。だから踏ん切りがいい、スタート切るのに。だから早いカウントであれだけ警戒されてるのに、それをかいくぐって走る快感をやっぱまた掴んだんだと思うよね。盗塁するには出塁しないとできないですよね。だからそれまでバッティングっていうのはそう大したことないなと思ってたの。感心するのは、これソフトバンクの教育方針かどうかわからないけど、やっぱちゃんと振るんだよね。で、ある球団では足が速いから三遊間に打てとか、もっとバット短く持って当てに行って悩んだんでいいんだって言うけど、シュートはしっかり振り切れるバッターになってるんだよね。だからそこら辺が全然違うということ。
それとやっぱプレッシャーに強いよ、うん、でなぜプレッシャーに強いかっていうとさ記録が作ってるさ記録がこう更新されてて、うん、さあ今日日本記録を作る日だって言った時の1打席目、うん、簡単に打って出たからねそれでいきなりあの決めてしまうあたりがやっぱ非凡なセンスもあるしなんかこう思い切りもいい選手なんだなっていうふうにものすごく感じた。だから走ることはもともとねあの技術もあり思い切りも良かったんだけどあとは課題はバッティングだったんだけどねこれもなんかこう克服して自分で塁に出て自分で走れるようになった選手だからすごくシュートを見てるとまあ成長したなというでヒーローインタビューを聞いたけどなんかあの福本さんっていうのはやっぱ走ってる人にはやっぱみんな神だと思うんだよねあの人の記録を抜いたということでなんか意識が朦朧とした中でふわーっとしたようなインタビューを受けてたんだけどなんかそれにもなんかすごく好感を持ってたしでも福本さんは11試合連続を2回やってんのねでシュートはその記録を抜いたんだけどこういう記録をもっとどん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 こう塗り替えるようなだから福本さんの時っていうのは人工芝がない時代で人工芝がないっていうことは土のグラウンドでしょ土のグラウンドの方が圧倒的にスピードの乗りが悪いのねで福本さんが走ってる頃ってやっぱ各球団がやっぱ対策を練って走路を柔らかくしてたりだとかしてたわけで我々が土のグラウンド行った時土のグラウンドの本拠地のチームっていうのは走路を柔らかくしてたわけだからすごく走りにくいんだよねその中をかいくぐって福本さんは盗塁をしたその当時とじゃあ周東が作った記録っていうのはじゃあそうでもないのかっていうとそんなことじゃなくて当時のクイックよりも今のクイックを使う投手の方が技術的にはすごく上なのねこれはもう走りにくさとクイックの速さって比べるとさもう双璧なわけ、うん、だからもう本当に立派な記録だし福本さんにを抜いたということが俺にとってはすごく衝撃なことだったわけだから素晴らしい記録を本当に見せてもらったなと思ってなんか感謝したいぐらいだよね周東選手の今後に期待することはああ今後ねあやっぱ福本さんが100個以上走ってるでしょ1シーズン、まあ、そこはいかないけど、うん、アベレージとして50は平均的に走れる選手だからもう追随を許さない、まあ、最近の盗塁王争いってさ30から40個の間とかちょっと数字が落ちてんのねそうじゃなくて盗塁も高いレベルの、まあ、50以上の争いをなんかして、まあ、シュートがこう走ることによってねそれを追っかける選手が出てくればもっとスピードのある選手あの野球が見れるしだからそういったなんかこう足の部分でいろんなところで引っ張ってって数字を伸ばしてほしいなというまあこれはシュートだからできるというふうに思うしやっぱりシュートだけに独壇場でっていうことはないと思うしね他の選手もやっぱシュートに追い越せっていうような選手も出てきてほしいしねあとシュート個人的なことを言えば二遊間をやっててねちょっとエラーが目立つ時があるのねだからまあ打つことも成長した走ることはもう抜群もう足だけで飯が食える選手になったあとはやっぱ守備だよね守備をもう少し練習して高走守三拍子揃った選手をね目指してほしいともうそれはなってるんだけどなってるんだけど守備の精度をもっと高めてねもうなんかこう日本を代表するような、まあ、内野手また1番バッターそれと足ということはもうナンバーワンかな今な、うんまあ、そこはよく書かないけどそういうふうな三拍子全て揃った選手になってほしいなというふうに期待をしてますでもこの日本記録は破られるとは思ってなかったけど簡単に破ったというところがやっぱすごいなっていうふうに思いますね、うん
46年ぶりに新記録更新。そうだよね、眠ってた記録だからね、なんとなくね、うん、だけど11試合連続で出ること塁にね、ことも大変だし、前塁に出たとしても前にランナーがいたら走れないわけだから、うん、でもそこをいろいろかいくぐって走った12試合の成功、日本記録、もう本当におめでとうございます。ありがとうございます。